も届いてくるのか、最後の直線中終わっては2番車か6番。はい、今ホテルですね、ある店に行こうと思ってます。ここです。じゃん、これかな、行ってきます。来ました。おはようございます。おはようございます。来ました。おはようございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。その田村の先行を絶好の番手で迎えるのが7番の大崎義人です。決め足上位の7番の大崎、近歴は前節の平塚、そしてその前の向こう町、ともに2場所連続での決勝進出を果たしましたが、今回はそれが途切れました。その後ろ4番の大林良介、四国勢が早速上がってペースが上がった。ジャンが入って5番の田村が先行体制も、インコースから2番の澤田はどうやら番手を狙いに行くのか。5番の田村が先行で7番の大崎アウトコース、2番の澤田は内にインコースで粘っています。さあ最終ホーム通過、ラスト1周回、2番手のセリアだ。インコース2番の澤田が粘る、7番の大崎ここは競られて苦しい展開だ。5番の田村が先行で2番の澤田が競り勝った。第2コーナーから最終バック、今度は6番の三木のまくり、6番三木のまくりで1番の鈴木がその後追走。さあ前段3番手2番手まで上がってくる。5番の田村が先頭を残っていけるか、後ろから6番の三木のまくりも届いてくるのか、最後の直線中終わっては2番車か。6番の三木が1着で今ゴール、2着通過は2番の澤田裕二。お疲れ様でした。いただきます。お願いします。食べようよ。いただきます。いらっしゃいませ。まあ、岡山のね、長谷さんのお店に遊びに来ました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。こちらこそ、すいません、ありがとうございました。美味しかったです。また、あ、コーヒーありがとうございます。コーヒーいただきました。ありがとうございます。じゃあまた、ありがとうございました。ごちそうさまでした。お気をつけて。はいはいはい。長谷選手のところにお邪魔したわけですけども、ワバルケヤキ、玉の競輪に参加する際にはまた行きたいと思います。お疲れ様でした。